おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン第7章の続きやっていきましょう。お久しぶりですもうたびたびこう体調崩してしまって申し訳ないですね。ですね、2月26日です。ちょっと今日はちょっとオーディション前でハイテンションなのもあり、ちょっと喋っておかないと落ち着かないところもあり、私は本日実況2周年を迎えるということで日本投稿で行こうかなという意気込みのもと、こちらも撮影しております。CM になっちゃいましたねちょっとお待ちくださいね、カットします。長い CM が長い。よし、はい、じゃあやっていきましょう。前回どういう風なところまでやったんだっけ。静香を襲った犯人の手がかりを見つけた。そうなんだなんか燃やしてる。あれは尾本くん。本当だね。パチパチ。あいつ火で何か燃やしてる。はて、焼き芋でもしてるんでしょうか。まちちゃんですね焼き芋いいなぁ、私も食べたい。私も。ちょっと盛り上がってるとこ悪いんだけど、彼焼き芋なんてしてないわよ。え、何か紙を燃やしてるみたい。紙よかった、これでよかったんだ。これで俺は前に進める。何かブツブツ言っているようですね。話を聞いてみましょう、ザッザ。さようなら。俺の青春、僕だった僕の青春。おもたくん何してるの。驚かせてすみません。君たちはオカルト部。俺に何か言おうかい。おもたくんがあまりにも悲しそうな表情で何かを燃やしていたので気になって思わず声をかけてしまいました。ああ、これは。燃やしてるの、静香の写真じゃん。本当だ。おもたくん、どうして静香さんの写真を。もういいんだ、俺の青春は終わったんだから。なんだか話が噛み合いませんね。相当心にショックを負っているみてえだな。彼女は僕の心に咲いた一輪のバラだったのにごめん、笑っちゃった。今のって確か静香さんのメモに書いてあったラブレターのない、シロウくんでしたね。確か静香さんのメモに書いてあったラブレターの内容と一致してますね。静香ちゃんの本音ノートに書かれていたしつこい男って、それって尾本だったのか。じゃあ尾本くんがドッペルゲンガーの候補の一人ってこと。おそらくそうでしょう。そうと分かればあとは本人に直接聞いてみましょう。尾本くん、俺はこれからどうやって生きていけば、これからの人生で彼女以上に可愛い子なんているんだろうか。おーい、おもたくん。何か言った。よかった、やっと反応してくれましたね。おもたくん、ずいぶん元気がないようですが、もしかして静香さんに振られてしまったんですか。また何のオブラートも包まず聞いたな。まあ素人らしいけど。君たち早くどっかに行ってくれ。俺は
今一人になりたいんだ。静かちゃん。こりゃ重症だな。とにかく俺のことは放っておいてくれ。ああ、逃げちゃったね。おもたくん、待って。あらら、行ってしまいましたね。あんなに泣いちゃうなんて、相当静香ちゃんに振られたことがショックだったみたい。ああ、かなり傷ついてるみたいだ。結局、おもたが静香を振ったのは聞き出せ、結局、おもたが静香を襲ったのかは聞き出せなかったな。そうですね。このままおもたを追いかけてもいいけど、あの調子だと何も話してくれなそうだよね。おもたくんは怪しいままですが、他の犯人の調査を進めるしかありませんね。そうね。他に犯人候補として上がっていたのは誰だったかしら。誰だったかしら。誰だったかしら。あ、それこそその喧嘩してた翼くんと、あとなんかよくわからんけどこうしょげてたあんちゃんとか。じゃちょっととりあえず翼くんに話聞くか。あれは翼くんですね。そういえば最近翼は静香ちゃんと大喧嘩していたんだよな。ええ、それに静香さんのメモには態度もおかしいって書いてあったわね。それでは早速話を聞いてみましょう。はい、コツコツコツ。君たちはオカルト部の。僕に何が用？はい、すみません、ちょっとおもたくんのあの泣き真似をやってたらちょっと鼻水が出てきてしまったんでカットしました。ちょっと聞きたいことがあるんですが。聞きたいこと？単刀直入に聞きますが、翼くん、あなたが静香さんを襲った犯人ですよね。え、ちょっと四郎くん、それはあまりにもストレートすぎないかしら。いいんですよ、これも相手の反応を見るためのテクニックです。ちょっと待って、意味がわからないよ。僕が静香さんを襲った？隠したって無駄ですよ。あなたが静香さんと大喧嘩していたのはもうバレてます。お前静香ちゃんと何か揉めてただろ。それで彼女に怒ってあんなことやったんじゃないのか。あんなことって一体何を。それはお前が一番わかってるだろ。君たちが何を言ってるのかわからない。そもそも静香さんが襲われたってどういうこと。静香さんの身に何かあったの。おいキスケ、本当に翼はトッペルゲンガーなのか。今のところ怪しい仕草は見えないけど。いや、もしかしたらこれも芝居なのかも。確かにキスケ君の言う通りです。まだ油断しちゃダメですよ。何をこそこそ喋ってるの。ねえ、静香さんに何があったのか詳しく聞かせてよ。それは翼くん、実はね。かくかくしかじか。そんなどうして静香さんが。今は保健室に運ばれているぜ。早く彼女のところに行かなきゃ。ちょっと待ってください。何。まだ僕たちはあなたに聞きたいことがあるんですよ。もう少しだけ話を聞かせてもらっても。さっきから君たちは何なの。僕と静香さんが喧嘩していたからって僕が犯人だって疑ってるの。それはまあそうですね。僕は犯人じゃない。それにちょっと喧嘩してたくらいでさすがにそんなひどいことやるはずないでしょ。ちょっと喧嘩してたくらい。静香ちゃんの本音ノートってのを見たんだけど、それには
あんな怒った翼くん初めて見たって書いてたぞ。それは。ねえ翼くん、あなたが犯人じゃないって言うなら、静香さんと何を揉めてたのか詳しく教えてくれない？分かったよ。つい最近、僕は静香さんに呼び出されて、僕が浮気してるんじゃないかって彼女に問い詰められたんだ。まあいつものことだよね、それってね。割となんか浮気症だからみたいな第一章でなかったっけ？そんな違うっけ？浮気ですか？女の敵ね。違うよ。それは誤解だったんだ。僕は浮気なんてしてなかったし。だけど静香さんはどんどんヒートアップしちゃって、僕にもう他の女とは話すなとか、女の子と目を合わせるのも禁止とか、しまいには女の子がいる部屋で呼吸をするなとか無茶なことを言い出して。それはひどいね。教室にいられないじゃないか。どうするつもり？何、空気清浄機をこう購入して翼くんの周りに置くつもりでもあったのかしら。それでついイラッとして。なるほど、それで翼くんと静香さんは大喧嘩をしたんですね。うん。その晩翼はかなり怒ったんだろ？あ、その晩じゃなかった、その時翼はかなり怒ったんだろ？まあやっぱり静香ちゃんの束縛が激しすぎて激しすぎて、それが嫌でお前は静香ちゃんを襲ったんじゃねえのか？だから違うって。本当に？嘘じゃないよ。僕が嘘をつくように見える？なんとも言えませんね。正直見えます。だってあんだけあのなんか裏アカウントみたいなさやつで、あんだけこう学校のネタ特集とか挟んどいて、嘘つかないって嘘だろう。それこそなんだよその反応。とにかく僕は犯人じゃないんだ、信じてよ。怪しいな。みんな少し落ち着いて。ふみさん？彼はずっと犯行を否定してるし、これ以上言い合っても時間の無駄かも。今日噛むね。まあ前回も噛んでたんだけどね。まあ確かにな。やっぱ初見読みって難しいな。わかったよ。ねえねえ、ちょっと気になったんだけどさ、その翼が浮気を疑われた女ってのは誰なの？それはその時だった。なんだ？翼、やっと見つけた。ねえ翼、あんたどうして？ちょっと待ってください。今僕たちが翼くんと話をしてるんですよ。急用なので後からにしてもらってもいいですか？うるさい、私も急用なのよ。あんたたちは黙ってて。おい、シロ、ここは素直に従っておいた方がいいんじゃ。そうですね、アンさんすごい剣幕です。アンちゃん怖い。翼、私言ったよね、静かには諦めるように言ってって。私との約束はどうなったの？それは嘘つき。この弱虫。弱虫じゃない。おいおい、一体何の話をしてるんだ？弱虫？あのアンさん何の話をしてるんですか？ちょっと空気読みだって、シロウくん。今ダメだって、修羅場ってやつだって。あんたたちには関係ない。ねえ翼、ちゃんと静かに言ってよ。アン、今はその話はやめよう。みんながいるし。最低。アンちゃんが泣いちゃった。
あの気が強くて高飛車なアンさんが泣いた。珍しい。一体どういうことなの？もういい。バサバサ。何するんだよ。せっかく用意してたのに。今アンが投げつけたのって洋服？そうみたいだな。しかもかなりビリビリに破られてるみたい。あんただってもう知らない。アンさんが走って出て行ってしまいました。これって一体アンちゃんと翼の間に何があったんだ？あの翼くん、さっきのはそれは言えない。どうして？ごめん。二人とも走ってどっか行っちゃった。逃げた。翼を追いかけよう。はい。どこ行ったんだろうね。数分後。見失ってしまいましたね。さっきの翼くんの話を聞いて、彼は静香さんを襲った犯行は否定していましたが、アンさんとのことで何か隠し事をしているみたいですね。そうだったな。そういえば、今日すごい人間違えるわ。そういえば、アンちゃんは翼くんと約束していたみたいだったって言っちゃう？翼くんと約束をしていたみたいだったよね。ああ、なんか静かに諦めるように家とか言ってたな。そしてそのことを翼がはぐらかすと、アンは泣き始めてどっかに行っちまった。しかもビリビリに破れた洋服を投げつけてたし、マジわけわかんなすぎるでしょ。二人は一体どういう関係なんだろう。静香ちゃんに諦めるように言えか。もしかして影で翼とアンちゃんは付き合おうとしてたとか。略奪愛ってやつですね。何それ、ドキドキするんだけど。確かにその可能性もあるわね。とにかく二人の関係には被害者の静香さんも関係しているみたいなので、アンさんと翼くんについてもっと詳しく調べてみましょう。オッケー。ですが、ちょっと今日はいい感じなのでここで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございます。あとは私がオーディション終わってからの投稿になると思いますので、これでちょっと低い投稿頻度から普通の投稿頻度に戻ることができるかな、って感じです。ということで、体調を崩したりもしてご心配をおかけしました。もう大丈夫ですので頑張っていきましょう。ちなみにウイルス性胃腸炎でした。昨日あたりまですごいお腹痛かったんですけど、今日はもう全然薬とか飲まなくてももう痛くない状態なんで大丈夫だと思います。ということで、じゃあまた次回お会いしましょう。おつぴよです。CM だ。じゃあねー。